面倒ってどういうこと？どんな話を聞いたか知らないけれど、推測で物を言ってほしくないわ。正面から向き合って何が悪いの？それが否定されるような人間関係だったら、こちらから願い下げだわ。菅沼先生に口論のことを尋ねるなんて嫌じゃない？進くん、どうしてそんなに私のこと心配してくれるの？林道先生から犯人扱いされた時、涙が出そうなくらい悔しかった。でも一人じゃどうしたらいいかわからなくて。本当のこと言うと心細かったの。だから進くんがグランドに来てくれて本当に嬉しかった。私
恨むなんて、そんな。私は真実が分かればそれでいいんです。昨日はいろいろとありがとう。でも菅沼先生と林道先生どうなるんだろう。東百合さんって言うな。鼓って呼べ。一つもできないじゃ